皆さんこんにちは。旅の助がお届けするゲーム実況 A 列車で行こう Q やってまいりましょう。今ちょうどねこれ目の前にあるのがですね D51 蒸気機関車ですね。ちょうど今発車するところです。いや音がいいですよねこれ。さあコンテナをフル満載でね今出発したところです。でこっちのゲームなんですけどね、前回テストプレイということで、ちょっといろいろとやってみました。でちょっとねストーリー的に不具合がありましたのでね、新しくマップを作り直しています。でとりあえずね私のもうゲーム動画やり方としてはですね、とりあえず街が一段落つくまではねマップこう何だったっけ名前忘れちゃった、これですね、創作ゲームですね、ゲームを創作する形で、作っていって、で安定したらゲームモードでやっていく、そんな感じでやっていきます。ですのでね資金、まあある意味資金無限モードですので、まあ、お金のことは気にせずにね好きな風にちょっと線路が開発できるといった感じです。では序盤のマップなんですけれども、このサテライトビューを見てみましょう。サテライトビューで、今ちょうどね北が上になってますね。でちょうどこう北側にあの富士山ですよ。富士山があるといったそういう地形です。でこちらですね一番西の端、一応ね私この蒸気機関車といいますか機関車の関係で必ずマップ外につなげて、でなおかつ機関車の向きがね整うようにこのマップ端でですね気回しをするというのが、まあ、この私の A 列車シリーズの伝統といいますかやり方になってますんで、ですので必ずね先頭がこれ機関車になりますので、でそうそうそう、今からちょっとねご紹介する路線なんですけどもね、これをですね旅本線という路線名に決定いたしました。まあ、特にひねりはないんですけどもね、こちら旅本線です。でこの旅本線はね、まあ、ぶっちゃけ東海道本線をパクってますんで、東の起点が東京ですね。で西の終点がこれ、まあ、大阪になるという形で、まあ、便宜的にね、東京鉄に帝都と呼んだりするかもしれませんが、まあ、それでやっていきたいと思います。でこのマップにおいてはですね、この一番西のこのちょうどマップに接合する駅ですね、今ちょうどこれ C57 か、こちらが止まっているんですけども、こちらの駅をですね、こちらです阿賀野駅、こういう名称にしました。で阿賀野駅からですねこのように、路線を南の方ですね、でここにあるのはもう阿賀野の車両基地なんですけども、ここがまあこのマップのメインの基地になるんですけども、このマップをぐるーっとこう南の方ですね、方角的に南に行ったところ、これちょうどねマップの中心になって一番栄えている駅、まあ、メインのハブ駅ですかになるこの駅がですね、旅駅という名称です。ここはね、こんだけホームがあっても実際には3つぐらいしかちょっとホーム使ってないんでまあこの後の発展に期待するという形ですね。で一応この辺はね開発されないようにわざと資材置き場を置いたりしてですね、ちょっと発展を阻害して今後の拡張に備えるという形です。これちなみにですねオプションで、システムじゃなかったな、町の自動発展を有効にするということですね、AI の方々が私が運んできたコンテナで、勝手に町を作っているそんな状態です。それからですね、この旅本線、このマップの一番東側ですね、今、ここもね、今 C57 の、ね蒸気機関車止まってるんですけども、こちらがね、一番東の端で、ここでもマップ外に接合をするために、まあ、向こうの阿賀野駅と同じような配線になってるんですけども、こちらの駅をですね、大淀駅という名称にしました。ですのでね、現在便宜的にこのマップには旅本線という路線がありましてですね、東が大淀駅、中央に旅駅、そして西側に阿賀野駅ですね。この今3駅で構成されています。では車両の方を紹介しましょう。車両の方はね、非常に簡単です。こちらですね。これは情報は見れないんだな。追跡しましょう。こちらですね。この蒸気機関車 C57 が客車を引っ張ってるんですけども、これが2編成ですね。これ今ちょうどマップ外に向けて発車したとこなんですけども、これです。これにプラス貨物ですね、資材が欲しいんで現在こちらですね D51
まあ、オープニングでちょっと紹介したこの3つの蒸気機関車が今このマップを使っているといったそんな状態です。で、ちょっとマップ端に向かっている列車を見てみましょう。これですね、機回しといって、要は機関車が必ず先頭になるようにということで、一旦この列車ね、ここに車両止めありますんで、止まってからバックですよね、後ろに後退すると、このように後ろに入って、なおかつ単線に入りますね。で、これでもうマップの外に行って、あれですね、東京の方に向けて、行ってしまったということで、で、しばらくするとこれマップの外からこのように出現しますので、で、出現して、この阿賀野駅に、阿賀野駅じゃないな、これ大淀駅だな、大淀駅に到着すると。で、ここでまあ時間調整ですね、発車時間までちょっと時間を調整するという、まあ、私の場合ね、こういった作り方でやりますんで、まあ、他のプレイヤーさんもこんなような使い方で作ってるんじゃないかな。ではですね、今これ蒸気機関車を今走らせて、結構ダイヤいい加減に作ってますけれども、いよいよこれあれですね、蒸気機関からの脱却ですね。今ご覧のようにね、蒸気機関ということで、電化ですね、電車化されてませんので、今からですね、これ架線柱ですね、架線柱を立てて電化しましょう。ではこれはあれですね、東京方面からやはりこう電化はしていかないといけないんで、この緑色になる部分からこのように設置していくと、こういうふうに電車の架線ですね、これができてきますんで、こうポイントとかね、できないんで、ちょっとこの辺、歯がゆい部分もあるんですけど、これこっちに行かないかな。というわけで無事ね、電化の方が終わりました。これでね、ようやく電車が走り出すということで、ちょうど今電車発車しましたね。こちらです。やはりね、私国鉄ダイヤでちょっとやっていこうとかと思いますんで、こちらですね、テストでもやったんですけど、まあ、この485電車ですね、これじゃないな、初限かな、こちらね、485系0番台ですね。この特急列車で、この東京と大阪をですね、結ぶ都市間連絡特急ですね。まあ、有明って書いてあるんですけども、まあ、脳内保管で、ね、こだま号としておきましょう。ではですね、こちらのこだま号に乗ったですね、街をちょっと散策したいと思います。現在ね、サテライトビューで見ますと、こちらですね、こうですね、こう見ると、違うな、こっちが北側なんで、阿賀野駅ですね、現在、阿賀野駅から、大淀駅方面に向けてですね、発車していきたいと思います。で、今ちょうどね、列車が発車しましたので、車窓からちょっとお届けします。で、私はこれでね、追跡しますよ。これ2番だな、1番の列車ですね。で、1番1番でちょっと見ていきましょう。あれ、これ2番かな。この霊峰富士をバックにですね、この国鉄の特急列車発進していきます。これで選ぶとね、この今3両目だとか、こうやってズームができるんですよね。さあ、何もないこのだだっ広い平原をですね、この10両編成の電車が、現在お客さんがね、265人乗ってる状態です。いや、何もないですね、ここ。こちらを車窓モードにしましょう。いや、何の面白みもないですね、ここ。 まあ、しかしね、こう蒸気機関車の時にはなかったね、架線がこうついてますんで、これでいよいよね、電車ですね、鉄道電気の車両が走れるようになりましたんで、でちょっとこの辺飛ばしていきましょう。
いいですね、この富士山をバックに。で、まもなくね、我々のメインの都市である旅駅ですね、こちらの方に。あ、ちょうど今これ、下り電車とすれ違いましたね。そしてあれ、なんか前の方に見えてきましたね。さあ、まもなく旅駅に到着ですね。ちょっとここはちゃんとね、信号機ありますんで、赤信号で突っ込むという、そういうスタイルですね。で、これ向かって左側にあるのがね、これ貨物列車ですね、蒸気機関車ということで。これね、あの蒸気機関車、あの貨物はね、あのまだちょっとしばらく蒸気機関車で行きたいと思いますので。あ、今ちょうど発進してきましたね。では今回はですね、まあ、路線の紹介と、それから電化、それに電車特急ですね、こちらの登場をお届けして終わりたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。